はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。5月13日に翼の塔に強制捜査が入りました。東京15区の補欠選挙において選挙の自由妨害の容疑による家宅捜索かと思われます。この家宅捜索の翌朝の5月14日のテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでは、元フジテレビアナウンサーで現在は弁護士コメンテーターとして活躍されております菊間由紀乃さんが、なぜこのタイミングでの家宅捜索なのか、これを考えると翼の塔の人たちが言ってることもわからなくもない、まあ大体こんなような発言しておりました。翼の塔側の主張は、いわば東京15区で対立した小池百合子都知事の差し金による強制捜査だというものなんですが、実際の東京15区での状況を現地あるいは SNS ででも確認していれば、あれは選挙妨害だよねっていう結論にしかなりません。もちろん現時点においては容疑をもっての家宅捜索なので、有罪無罪どころか起訴の前の段階です。今回の東京15区で翼の塔がやらかしていたことというのは、少なくとも私の目には選挙妨害に見えてなりません。また私がいささか得意とする IT だとかネットの視点で見ますと、あの選挙妨害と思われても仕方がないようなことがビジネスに直結しているところに私は危惧しております。東京15区に出馬して最下位で落選して今回捜索対象になっている候補者がSNS 上で発信している選挙ビジネス、選挙におけるネガキャンビジネスということを言いたいんじゃありません。簡単に言いますと、コンテンツとして収益化できている現実があるんです。強制捜査といっても、事前にいついつお伺いしますんでという予告があったようで、翼の塔の代表を務める黒川敦彦さん、彼は自身のツイッターで YouTube でライブやりますよと予告しておりました。そして実際にライブを確認すると、投げ銭と言われるスーパーチャット、いわゆるおひねりですね、こちらが確認されているんです。この投げ銭は種類によっても違うんですが、最大7割が配信者の取り分となります。緊急ライブと名付けられた番組の一つは4分20秒ありまして、そこでの投げ銭をこちらの方で確認してみると、都合7530円ありました。これを7割計算にすると取り分は5271円になります。これを仮に動画を4分間として時給計算しますと、60÷4で15倍になりますから、79,000飛んで65円の時給となっちゃいます。無論これは単純計算です。ただいわば政治ではなく選挙で飯が食える、金が稼げるということになっちゃってるんです。そして彼らを育てた一つがゴミどもであって、あ、間違えました、マスコミであって、さらには今回なんだか被害者のポジションにおります立憲民主党もその育ての親の一人だというのが私の見立てです。翼の塔への強制捜査を受けまして、東京15区で翼の塔から迷惑行為を受けたのかなと思われます立憲民主党の蓮舫さん、FNN プライムオンラインの取材を受けまして、それがこんな見出しで伝えられておりました。立憲蓮舫氏、翼の塔捜索に敬意見守る、自身もカーチェイスされ警察は確信持って捜査かなと。カーチェイスとは選挙戦で街宣車を追っかけ回されたことで、その下りを記事より紹介します。蓮舫氏自身が候補者と街宣官に乗車している際に、翼の塔から車で後ろを追跡された時のことについて、ちょっと恐怖を感じた、地元の警察署に立ち寄り車を止めたが、その時に窓をどんどん叩かれマイクを使って大声で罵られたと振り返った。確かにこれにおいては蓮舫さん並びに立憲民主党の候補者、まあ、今回当選しましたけれど被害者と言えなくもありません。ただ警察がこれを止めることができなかった理由の一つが北海道のヤジポイと見られています。2019年の参院選挙で自民党総裁として安倍晋三さんを北海道で街頭演説を行いました。ここに押しかけてアペアメロとばかりにヤジを飛ばした男女の2人、これが警察の方にポイッと排除をされた。これによってヤジポイと彼ら自身が名乗っているんですが、ヤジポイされたことをヤジポイした北海道警を預かる北海道相手に訴えました。
表現の自由が侵されたというものです。札幌地裁はこの男女ともに表現の自由が脅かされたと賠償命令を北海道に出しました。高裁では女性の側の表現の自由は認められましたが、男性の方は警察の職務執行は妥当であると訴えが退けられました。両者の違いを分けたのは拡声器、スピーカーの有無と危険性についてのようなんですが、男性側の方は今最高裁に上告しております。よって係争中なんです。そして今回は立候補している側がやらかしているわけです。警察に代表されます行政組織というのは典型的なポジティブリストで動きます。ポジティブリストとはやって良いことのみをやる、そういう運用のことを指すんです。だからこの北海道の一件以降、警察はヤジに対して萎縮していると各所で指摘されるんです。そしてそもそも論でこうしたヤジについて、今時のネットスラングでいうところの犬笛ピープ吹きまくっていたのが、今回被害者ですかね、鍵括弧付きの被害者となりました立憲民主党であり、ニュースやワイドショーなんです。今ツイッターでは犬笛は暗号化された暴力の扇動として禁止行為になっています。具体的な行動を示さずとも実際の行動を促すように匂わせるもので、これ平和的な例え話をするのであれば、お笑いトリオダチョウクラブさんのオスナです。熱湯風呂だとか熱々のおでんなので、オスナよと言ってるのはもう押してくれというネタ振り、一種のお約束と呼ばれるもの、あれの嫌なバージョンが犬笛ピープなんです。犬笛には様々なバリエーションがありまして、昨今のネット炎上の大きな理由の一つと見られています。そしてヤジにおいては立憲民主党の前身となります民進党の代表だった蓮舫さん、まるでヤジを飛ばせと言わんがばかりの犬笛と思われても仕方がないような発言をしていたんです。あの7年前のいわゆる秋葉原演説、その直後のザクザクの記事にはこうあるんです。民進党の蓮舫代表は6日の記者会見で、安倍晋三首相が東京都議選の街頭演説でヤジを飛ばされ、こんな人たちに負けるわけにはいかないと発言したことについて、自分にいい人は味方、悪い人は敵とレッテル貼りする行為だと批判し、安倍首相に発言の訂正と謝罪、さらに謝罪を求める考えを示したとのことです。選挙戦の最終盤、安倍やめろからの帰れのコールが鳴り響き、演説が聞こえないほどでした。すなわち演説妨害です。この時の安倍晋三さんは自民党総裁として演説しています。よって党首である自民党総裁にやめろ、あるいは帰れというのは、良い悪いなんてね、ナイーブな話ではなく、政治的な敵、対立する陣営と捉えることができるんです。つまりこの時の民進党の蓮舫代表はヤジの側に立っていたということです。そして今回、これがヤジなのか、あるいは選挙妨害なのかは最終的に司法判断が待たれるところではありますが、7年の時を超えた超時空なブーメランが、かつて蓮舫さんが代表を務めた民進党の後継団体である立憲民主党の方にぐさりと刺さった。白がこう言ってます。盛りかけ。さらにですよ、翼の党なるものを育てたお一人がその民進党だったんです。秋葉原演説のおおよそ1ヶ月前になります、西暦でいう2017年6月9日の民進党のサイトにあった記事はこんな書き出しで始まります。民進党は9日午前、松野文科省が総理のご意向などとされる加計学園疑惑に関する一連の文書の再調査を表明したことを受け、加計学園疑惑調査チームの会合を国会内で開いた。第1部で今治加計獣医学部問題を考える会共同代表の黒川敦彦氏、武田空太氏の両氏。第2部では文科省内閣府からヒアリングを行った。あれ、ここに黒川敦彦さんのお名前があったんです。この黒川敦彦さんが現在の翼の党の代表です。これ実のところ民進党だけじゃありません。加計学園黒川敦彦で Google 先生に尋ねますと、
当時の報道らしき安倍政権に対するネガキャンが次から次へと出てきます。日刊現代は反対運動主導の黒川敦彦氏、賭け問題は森友相手ました森友と同じ構図と見出しを打ちまして、さらにその年の秋には朝日新聞系のアエラドットがこんな見出しの記事を配信しておりました。賭け疑惑を追及する市民団体代表が安倍首相の地元で出馬。はい、この市民団体代表とは黒川敦彦氏のことです。賭け学園というよりはもう森友をネタに黒川敦彦氏を売り出していたのがマスコミだったんです。なお、その時の選挙戦の真実を伝えたのは産経新聞ぐらいでした。7年前の10月29日の産経新聞の記事の一部を紹介します。選挙戦終盤の10月17日夜、山口県下関市の公民館で首相夫人昭恵氏の個人演説会が開かれた。公民館前に立候補していた政治団体代表の黒川敦彦氏落選が現れ、森友加計学園問題を追及する演説を始めた。公民館の外で大音量で演説らしきものをするので、公民館の中にいた人も演説が聞こえなかったというんです。今回の東京15区とつまりは同じ手口が7年前から使われていたということです。さらに産経新聞によりますと、黒川敦彦氏が主張していたことというのは、安倍首相のお友達を優遇する政治が許せないと、いわゆる安倍友です。ワイドショーの仮パクコピペです。そしてそのワイドショーもまた犬笛ピープーと吹きまくっていたんです。黒川敦彦氏が当時の安倍晋三総理大臣の地元から出馬し、昭恵夫人にうざがらみの迷惑行為をしていた選挙戦の始まりの頃、テレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでは次のようなお話がなされていたと、当時のライブニュースはこんな見出しで伝えておりました。玉川徹氏、安倍晋三首相の日程隠し作戦を猛批判。やじぐらいは受ければいいだって。記事はなんだかすでに削除されていたようなので、実際の発言というかそのやり取りをインターネットアーカイブより紹介したいと思います。玉川徹さんは呆れた顔で、多くの人に聞いてほしいから街頭で演説するんでしょう、それなのにステルスやったら意味がないじゃないですか、別に国会だってヤジがあれだけあるんだからヤジぐらい受ければいいじゃないですかと、安倍首相の対応に苦言を呈する。さらに安倍首相がヤジに弱いと指摘し、国会での場面を挙げつらいまして、ヤジは選挙妨害じゃないと持論を展開したと記事にはありました。これ犬笛吹きまくっていたのは当時テレビ朝日の社員だった玉川徹さんだけじゃないんです。地上波テレビのニュースやワイドショーの全部のレベルでした。しかも安倍元総理の地元で黒川敦彦氏が繰り返していたのが安倍友です。何のことはない選挙妨害と思われても仕方がないところでのネタを提供していたのがワイドショーだということなんです。それを YouTube で今発信して、少なくとも小銭稼ぎはできているまんま翼の党がやってることってワイドショーと同じじゃないですかって話になっちゃうんです。そして強制捜査が入った翌朝の羽鳥慎一モーニングショーでは、菊間由紀の弁護士らしき人物が、翼の党の皆さんがおっしゃってることもわからなくもないなんて心を寄せてみせます。無論だからと一線を越えていいという話にはなりません。しかしことここに至っても、加計学園から何かの容疑が出てきたわけじゃありません。あれは国家戦略特区というフレームワークを使った何ら違法性のない話だったわけです。さて、これ当時の民進党、今の立憲民主党、そしてニュースやワイドショー、紙の新聞紙に至ってまで、これごめんなさいとしたところどっかあったでしょうか。私が確認する限りと断っておきますが、一切のレベルでなかった、なめんなよとばかりに確認できずにおります。白がこう言ってます。報道しない自由。そして東京15区におけます翼の党の迷惑行為について、ニュースやワイドショー、いや紙の新聞紙のレベルでも選挙期間に報道していませんでした。もはやマスコミというのは有権者にとって必要な情報を届けるプライドもその能力も消えたダサということだけは
共有しておくべきではないかな、そんなことを考える今日この頃でございます。我々はあくまで是々非々でかかとに体重を残して頑張っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんパー、私がパーなのでチョキを出したあなた、最後はプー、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、お手手のシワとシワを合わせて幸せ、そしてグーを出したあなた、さあさあ、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。何個のコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。